僕らはボックスワンっていうアカペラグループをカバーしてるんですけど、ボックスワンを
まあ、じゃあやったことがあるっていう人いますか。結構アカペラやってる方が多いんですかね、お客さんは。おお、ちょっと、あのね、見えない。そう、見えない。あ、そうなんだ。あ、ちらほら、あ、いらっしゃる。あ、ありがとうございます。で、ボックスワンってまあ、なんか変な曲多いですよね。そうですね、僕たちが思うには、やっぱその、偏差というか、いい意味での、いい意味での偏差みたいな、おしゃれな感じというのが良さかなと僕たち的には思ってるんですね、ボックスワンの。で、今日はまあちょっと一人少ないんですが、そういうボックスワンの良さっていうのを皆さんにお伝えできたらいいなと思っております。はい、はい。それでは2曲目の方に、はい、行きたいかなと思います。はい、はい、2曲目はですね、コンバイという曲を歌います。あ、これはあの僕の個人的なまあ解釈なんですけど、コンバイって結構しんどい、しんどい歌で、結構命を題材にしてる歌なんですよ、俺の個人的な関係で。そう、ゴーンバイで、あのライフゴーンバイの命がいってしまうみたいな歌詞の解釈、結構そういう歌なんですね。で、最初にパーカスがあのちょっと変わった入り方をするんですが、それが時計の音、チクタクチクタクの時計の音で、ベースが入ってくる音、それが鼓動の音になってるんじゃないかっていう風に僕は思ってるんです。僕なりにはあくまで、あれ急に出てくるやん、それ。そうそうそう、いや俺ずっと思ってた。で、その鼓動がどん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 速くなっていって、まあ、最後はどうなるかなっていう、そうなん、歌になってると僕は思ってるので、そういう風に歌いたいと思いますので、聴いてください。それでは聴いてください。こんばんは。決まりというか恒例になっていることが、そうですね、次のバンドの紹介ですね。ですね、はい、でお願いします。はい、次のバンドは、立命館大学アカペラサークル、クレフから来た、ピアスというピアス、うん、あと関西同士で、うん、そうですね、そうそうそう、関西にバンド続くんですけど、で、ピアスの、僕の推しポイントをじゃあ2つ仲良し、仲良しやん、なんかそうです、ね、バンド的に。で、一つ目が、リードの男の子がもう本当にイケメンっていう、そう、ほんまに女性に間違いない、
今後期待。すげえね、甘い、うん、すごいいい声してたよ、うん、リハで見たけど、切なかっこいい余白っていうのを歌ってるバンドなんですね。あ、そうなんや。で、その切なかっこいい歌声にと美貌美貌交互期待ということでね、していただけたらなと思います、はい、で、2つ目は、トップコーラスの夏希って子なんですけど、おお、これバンドの推しポイントですけど、個人的に推しいや、まあ、バンドの中のね、一員だから、うん、セーフで、関東ってあんまり関東はインカレバンドって結構ありますよね、普通に気軽に組める、うん、近いもんな、結構、うん、大学館がね、そう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 、で、関西ってあんまりインカレバンドってないんですよ、もう本当に片手で数えれるぐらいだと思うんですよ。で、僕が組ませてもらってるんですけど、そのインカレバンド関西で、うん、で、その夏希とも一緒に組ませてもらってて、うん、で、もう本当にストイックなんですよ、彼女が、すごい、うん、めっちゃ褒めるやん。で、なんかもう一応間違えたら最初からやり直しみたいな。でも本当に神経質じゃない、それ言い方悪くない。ああ、そう、で、そんな、その夏希の、なんやろ、まあ、なんやろ、綺麗な歌声、綺麗な歌声と美貌ね。あ、そうそう、綺麗な歌声と美貌に、うん、今度男性陣がね、注目かなと。ほんまに細いです。そうです。じゃあもういいですね。バンドの良さを最後に一言言って、僕たちの最後の曲に行きましょうよ。僕は大好きです。はい、というわけで次のバンドはフィアーさん。そうですね、はい、ベースの、うちのベースの総長くんが大好きなバンドということで、はい、楽しみにしていてください。はい、はい、それでは僕たちはもうこれで最後の曲になるので、はい、はい、最後まで楽しんで聴いてください。それでは聴いてください。リスペクト。Oh,
ドゥルルルサビドゥルル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 ありがとうございました。